っきバベルの動画撮ったやん、あれ撮れてなかったっていう。え、いやなんか撮れてなかったけど、カメラ回しとったんやけど、カメラ回った止めた時にファイルの保存してますみたいな、処理中ですみたいな画面が出てきて、でそれ撮り終わってからもう20分ぐらい経っとるやん。でも全部撮れてなかった、俺の視点 の一番 のメインの視点がずっと映しとったわけやん、バベルだと最初から最後まで。そうだ、一本で丸ごとだからずっとつなげて撮ったから。え、ほんまにそれはもうちょっと申し訳ないっていう。ガチ、やば、ガチやん、ガチやん。ドッキリとかでなし、ドッキリとかで撮らないですよ。マジ、だからあの2時間ぐらいあったやつ、マジ。いやー、だいぶきついっすね、あれ。しよっかなーって、まあどうもできますからね、復元できますよ。復元というか、そもそもだから保存が処理が終わってないというか、まあで多分保存できてないから、結局もう多分ないと思う。何のミスなんだよ、どこでミスが起きたの。カメラ自体は回っとってんけど、それで保存しますみたいな、止めるときにボタン押すやん、でボタン押したら普通保存されるんやけど、その保存が出ずにカメラをのデータを処理してますみたいな画面がバン出てきて、でそこから止まってもらって画面が、で結局もうサムネしか残ってない、だから動画のデータがないやん。この最初のこのメダルをサムネ撮ろうとしたシーンと、なんかスチュアのサムネぐらいじゃなくて、別の携帯ではない、これじゃない、携帯で撮ったとかない、それはないね。俺これ撮ったとか、こうやってこんな焦ったら俺多分この何年かで一番かって、ホントに撮れて YouTube やってる人に一番ダメージ出た。いちいち撮れへんかったとかやったら、撮ってないからまだないわけ、撮った後にそれがなくなるっていうのはすごいダメージだった。しかもいいのが撮れたと計り知れぬぐらいのダメージがあるんですけど、まあでも逆にポジティブに考えればね、動画が一本生まれました。これが YouTuber、 マイナスすらプラスに変えていく、ここなんですよ、これを切り替えたやつです。しかも他も見えました。この動画おそらくミリオンいきます。はい。サムネ撮ろう今から。ちょっと。タイトル。タイトルあの、はい、光るブチ入れ。いやまあ、そうです。2時間を超える撮影データが消えました。タイトルこれです。うわ、こんな高くだ。こんな感じだ。どういう顔してるの？笑えないですよ。ガチで、もう本当にガチやから、マジやばかった。いやこれガチやから、もう笑うしかないんです。俺はもう、まあでももう切り替えた。ほんまに終わった。これちょっとカメラだけ撮れとうかだけ確認したいぐらい。カメラちょっと確認していいですか？オッケー、カメラ撮れてました。完璧です。まあ本当にもうミリオンの動画が日本に増えたみたいなイメージです。いやー、仕方ない。これはもう結局ね、ネガティブに捉えて今日一日妙に終わらすより切り替えて、まあ、この動画一本やって、まあ、次もバベル撮った方がいいんです。もう結局そこですよ、切り替えること。嫌なことが起きたら切り替える発想の転換かなと。まあ、バイさんこの動画回したことはファインプレーだなと思います。過去切れた中でも多分一番良かったと思います。間違い、間違い、いや間違いなく良かったんで、まあ、ダメージでかいんですけど、ゲームセンターで、ね、怒る場所じゃないんで、楽しい場所なんで楽しみたいと思います。はい、そんな感じで今回データが消えたという、結構もう何年かぶりとかで、あ、ほんまそう、超久しぶりじゃない、僕が初めて、初めてですよね、はいはい、もう2年は経ってない、そういうね、まあなかなかない経験をもう一度しました。まあでもこれ YouTube やってたらもうよくあることなんで、多分またこれからもありますよ、多分1年か2年以内にもう一回ね。まあでもその時もまあ何度か繰り返ってやると思います。まあただこういう動画撮るかもしれないです、分かんないですけど、ほんと珍しいことだったんでね、動画に残してよかったです。普通に動画残ってなかったらただただ機嫌悪くなって終わってたんで、それよりはこの遥か回した方がいい。はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。そんな感じで、ね、今回の方がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ、ツッタイタグラムセカンチャンネルファンクラブやってますので、また見てください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。